東京オリンピックの、えー、開会式閉会式式閉が、えー、終わりました無事本当に皆さんお疲れさまでした。で、このことについてですね、まずあの、僕はもう良かったと思うんですよ。で、僕はあの芸術の評論については、非常に厳しい視点を持ってますけども、まあ、それは私の親しい友人はいかに私が独自に入ってるかっていうのをよくご存じ上げて、<laughs> と思うんですけど、あのこの自国での開催のオリンピックみたいに、もう数十年に一度、次にいつ起こるか分からないっていうような時の、 開会,会,会式の、えー、とに対する批評っていうのは僕はちょっと違うと思うんですまあほ出たクリエイターの方々は素晴らしい方々は私たち一生懸命頑張れたと思うんでそれについてねあの批評するってのは結局次にいい作品を作るために批評するわけであってその機会が50年後とかそういうんだとちょっと批評する意味がない気がして僕はその実際に行われた開会式閉会式の演出をまあよかったねって言って。 楽しむのが第一の,あの選択だと思ってます一方ですね「えーそのまあ、週刊文春が」が、えー、もともとこの1年延期される前のです、ねえー、開会式閉会式のミキ、えー、子さんのインスタプランがどういうものだったか,っ,たかってことをあの資料を手に入れてあのなんていうんですか公開されてまして、まあ、大変素晴らしいお仕事だなと思います。 で僕はこの開会式のプランは素晴らしいなと思いますね。であのさっきも言ったようにもう自国開催で行われた開会式閉会式は批評というものを対象ではないと思ってるんですが、えーとまあ、この「週刊文春」が伝えるその、えー、と開閉会式の中で特にその日本の、まあ、漫画とか、えー、アニメとか、えー、あと任天堂のですねマリオとかそういうキャラクターが出てくるという。 想定だだったととといいうことににては非常に魅力的だなと思いますあのもうちょっとそういう要素が強くてもよかったのかなと開会式閉会式については私自身も感じてましたでそれはそのリオの,あの東京のプレゼンテーションの時間の時に、えー、とマリオが出てきたってことともつながるわけですしあのまあ多くの方がそれでよかっあの楽しめる演出になったんだろうなと思うんですけどその美紀子さんの、えー、企画案をです、ね、佐々木洋さんが、まあ、潰したと。 言う伝えられてたの佐々木浩さんって方は、えー、とですね彼しもまあ妙悪人みたいになっちゃってるんですけど、えー、と昨年のですね、えー、とあと1年という時の、まあ、イベントイベントというかセレモニーあったじゃないですか池江璃花子さんが出てこられてあれは美しかったですよね全体的にだから才能のある方だとは思うんですね。で佐々木浩さんあの電通でずっといろんな CM とか作られていて非常にメジャーな仕事をされていて。 で才能のある方であることとは間違いないな思,思うんですですからあの佐々木さんが悪い全面的に悪いとかは思わないんですけどただ一方でその、えー、と例のオリンピックというあの本当にクソバカな、えー、とダジャレ演出プランをされたとかいう話があったんですけどこれ佐々木さんの問題といえば日本の,そのクリエイティブ、えー、テレビとか、まあ、CM とかですねあるいはその芸能文化 については僕はまあ以前から言ってるように苦手ななんんでですすよよよねくかい何がそうなってるのんでこれがいいと思ってるのかってよく分からないわけででもあれはテレビとか CM っていうマーケットの中ではそれなりの論理があってやってるんだと思うんですけど、まあ、だから佐々木さんの中に、まあ、昨年の,あの池理璃子さんを起用されたあれパフォーマンスは本当素晴らしかったと思うんですけどもともとでもそういうなんか日本のなんかダジャレとか。 なんかタレンいわゆるタレントとか芸能人のキャラクターに過剰に依存した演出プランとかあと普遍的な人間的価値とかそういうものに視野がなかなか行き届かないとかこれは日本の中央派テレビとか CM の、まあ、弱点であってでだからこそ,その例えばカンヌの CM のグランプリなんかでもなかなか日本のクリエイターの作品が賞、えー、をもらいにくい状況になってるっていうのは聞いてます。 でそんな中でそのやっぱり佐々木さんのちょっと限界があったのかなと僕はこの、ねえー、と皆さんも思ったと思うんですけど美紀子さんのチームの番でそのまま行っても何の問題もなかったっていうかやるべきだったんだと思うんですけど、まあ、そこでやっぱり自分は大物だとか自分が全部仕切るんだみたいな分かんないですよあ,あの拝察するしかないんですけどそういう佐々木さんの、えー、なんていうんですかね人間性が悪い方向に行っちゃった可能性はありますよね。 だからやっぱり僕も、まあ、冒頭で言ったようにあの自国で開催したオリンピックですからで外国の方は別にその日本国内の内輪もみとかあんまり見ないわけですよねだからあの演出はもうそれはそれで素晴らしいと実際に晴らしかったわけですからそのまま受け止めるべきだと思うんですけど一方でその,その過程であの伝えられるようなことがもしあるんだとするとそこに現れてるまずだからそのおじさん偉いおじさんが <laughs> 全部仕切るという文化日本の文化ありがちな文化 プラス、日本のクリエイティブ文化地上波テレビとか CM とかにあらふ溢れてるあのタレント性とか芸能人のなんか悪の強い個性とかに過度に依存した演出そこでちゃんとキャスティングをしないそれを出しちゃうことのリスクってのはあると思う日本国内僕は全く興味がないというか距離を置いてるんですけど、まあ、日本国内ではそれなりに回ってるらしいじゃないですか。 まあ僕は見ないないいんんででわかすけどただそれが海外に出た時にすごく恥ずかしいことになっちゃうよってことは多くの人が懸念されててそれは SNS とか見ててもみんなそう思ってるらしいっていうだからちゃんとキャスティングをする例えばだからあのいわゆる芸能文化の中で手垢のついたその人のイメージとかそれは日本国内でしか通用しないっていうのは元々わ分かってると思うんですけどそうじゃなくてちゃんとやっぱり普遍性を追求して ちゃんとそれなりにキャスティングすやっぱだから日本のアニメが何でそれを評価されてるのかっていうと激烈な競争ですよね漫画アニメそこには今言ったような地上波テレビとか CM の中で安易に使われちゃってるあの文化が入りようがないんでですからそこが結果として世界で高く評価されているということだと思うんで、あのー、まあ電通さんもね普段その地上波とか CM にとっぷり使ってお仕事されてるわけだからその中で。 出世する人ってのはそういう人になっていくんでしょうけどまあでもそこら辺のクリエイティブ文化もそろそろ変えるいい方向に変える時期なのかなっていううに思いますまあ、前世でも東京オリンピック開会式閉会式大成功だったと思うんで本当に関係者の方々お疲れ様でしたありがとうございました